真っ赤な壁の前で座る女性と杖をつく老人、そして槍を持った若者。イタリア南部のボスコレアーレで出土した紀元前60年から紀元前40年頃にフレスコの技法で描かれたマケドニアの王子と哲学者。ポンペイの北のベスビオ山の麓の別荘の壁を飾っていた壁画です。等身大に近いサイズで描かれた槍を手にした若者はマケドニアの王子がかぶる帽子をつけ、足元にはマケドニア王家の星の紋章を示す丸い盾。画面の上の建築要素もマケドニアで流行したものを思わせ、突起を残す円柱もヘレニズム期の建築の特徴です。本作はマケドニア王国の造形文化に関係するモチーフを積極的に表すことで、この絵が描かれた家の主の教養の高さや趣味の良さを示そうとしていたと考えられます。